今日の試合について振り返りお願いします。前半は、先制点入れられて苦しい時間が続いたんですけど、前節に引き続き、自分たちの流れに持ってこれたんで、そこは去年から比べて成長できた部分かなと思います。決勝点の振り返りお願いします。今まで練習でやってきた、動き続けるっていう部分 と、サイドでもらってカットインからのシュートっていう部分が、うまく試合でできたんで良かったです。次節に向けて意気込みお願いします。初めて、2勝して3節目を迎えるっていうので、自分たちの中でいい流れではあると思うけど、改善点もたくさん今回の試合で出たと思うんで、この1週間もう1回積み重ねて、しっかりと次の試合も勝てるように準備していきたいと思います。